皆さんこんにちは。今回は JR 南武線と東急線が交差する溝の口駅の周辺をご紹介します。1997年に行われた溝の口駅再開発事業によって丸井などの商業施設やマンションが整備され、今や溝の口は子育て世代からも人気を集める街になりました。一方で昭和の面影を残している飲み屋街や多摩丘陵の自然、そして溝の口塾があった大山街道など昔のままの風景が残る溝の口は街歩きにもおすすめの場所といえます。この動画では再開発で整備された溝の口駅の北口、南武線の南側に広がる坂道と歴史的な建造物、そして江戸時代の史跡が残る大山街道など溝の口の見どころをご紹介します。東急田園都市線、大井町線、そして JR 南武線が乗り入れをしている溝の口駅。渋谷まで14分で行ける田園都市線溝の口駅の乗降客数は1日15万人。渋谷駅に次いで利用者が多い駅です。こちらは南武線の武蔵溝の口駅の北口です。僕が知っていた30年前の溝の口駅は南武線と田園都市線との乗り換えは地上の道路を歩いていた記憶があります。しかし1998年に橋上駅舎化されたことで今では立派なコンコースも整備されていました。それでは南武線の北口を出て繁華街が広がっている方面へ行ってみます。2016年に再開発が完了した武蔵溝の口駅の北側、再開発が行われる以前はこの周辺は狭くて複雑な道路が入り込み、歩行者は車両を避けながら歩いていたそうです。それが再開発によって道路は拡張され、ペデストリアンデッキも設置、駅前には新しい商業施設や交通広場も整備されました。1997年に開業した商業施設ノクティープラザと丸井ファミリー溝の口、僕は知りませんでしたが溝の口のことを地元民はノクチと呼ぶことがあるそうで、ノクティの名称はそこから付けられたそうです。ノクティに入っているテナントには再開発前にこの辺りで営業をしていた個人商店も多いそうです。こちらは溝の口駅前商店街です。ポレポレ通りまたはポレポレタウンとも呼ばれているこのストリートは溝の口で最もにぎわいがある場所です。溝の口は近くに武蔵小杉と二子玉川という人気タウンがありますので、地元民の流出を防ぐために商店街ではさまざまな取り組みを行っているようです。ポレポレ通りを東へ歩いていくと大きなマンションとイトーヨーカ堂の看板が見えてきました。1983年に竣工したパークシティ溝の口。溝の口はかつて工場が立ち並ぶ工業地帯でした。1980年代頃から工場は徐々に撤退していき、その跡地にはこのような大型マンションが建設されています。
続いて踏切を渡って南武線の南西側へ行きます。南武線は武蔵小杉駅を中心に連続立体交差事業が進められていますが、武蔵溝ノ口駅の周辺にはまだ踏切が残っています。多摩丘陵の自然環境が今も残っている南西側は見どころが多いエリアなのですが、少しずつ宅地化が進んでいるようです。右手に見えてきた立派な門は黒澤明監督の映画赤ひげの療養所のモデルとなったと言われている久本薬井門公園の門です。この場所は江戸時代から代々医師であったおかけという家の住宅跡で、2007年に公園として整備されました。公園の脇の道を進んでいくと、うさぎ坂とまさかという2つの坂の分岐点に出ます。まずは右手のうさぎ坂を登ってみます。参道を歩いているようなうさぎ坂、斜面になっている丘陵地帯を住宅地として開発したため、このような通りができたのではないでしょうか。道というよりは土地の境界線といった感じで、一般の人はほとんど通行しないと思います。坂道を2分ほど登っていくと開けた住宅街に出ました。まっすぐ進むと後ほどご紹介するまさかに出ます。右手に進むと溝の口駅なのですが、やはり坂道が続いています。先ほどの分岐点に戻り、今度はまさかを登ります。この坂は国内で5番目に傾斜が厳しく、勾配率は 26%。 100メートル進むと今の場所よりも26メートル高くなります。でも道幅が広く舗装もされていますので、登るのにそれほど苦ではありませんでした。坂の途中には低層のマンションが連なっていますが、建物が平行に立っているのかどうかよくわかりません。坂道を2分ほど登りきると戸建て住宅が立ち並んでいました。皆さん移動は自家用車でしょうから、馬坂を歩いて上り下りすることはないのだと思います。南西側の見どころをあと3箇所ご紹介します。こちらは久本神社です。江戸時代この周辺にはいくつもの神社があったそうですが、久本神社は当時の久本村にあった4社を合祀して明治6年に創建されたそうです。社殿の裏にある森はまさに鎮守の森といった雰囲気があります。こちらは久本神社のすぐ隣にあるフィオーレの森、マンションとレストランが一体となった安らぎのスペースだそうです。平日の昼下がり、レストランではワインを飲みながら3000円のランチを食べている奥様たちがたくさんいました。このフィオーレの森のレジデンスにはどんな人たちが暮らしているのか興味が湧きます。
こちらはフィオーレの森の南側にある大蓮寺です。お寺の入り口には地元の野菜を販売している直売所もありました。大蓮寺では味噌作りやヨガのセミナーなども行われているそうです。さらに歩いていくと左手に仙俗学園が見えてきます。戦後すぐに目黒区の仙俗から溝の口へ移転してきた仙俗学園。中学と高校、そして敷地内には音楽大学もありますので、女子大生の姿を多く見かけました。武蔵溝の口駅の南口駅前広場に戻ってきました。これから田園都市線のガード下をくぐり、大山街道方面へ向かいます。ガード下には昼間からお店を開けている飲み屋街がありました。再開発がされていない東急の西口周辺はくねくねとした路地や個人商店が連なる商店街など、昭和のままの風景が広がっています。こちらは南武線沿いに連なっている溝の口駅西口商店街です。この辺りは戦後闇市が行われていた場所だそうです。アーケードがある細い道沿いには八百屋、和菓子屋、古本屋、そして飲み屋など約20店舗が軒を連ねています。正面のビルとビルの間の道は大山街道です。江戸時代、大山街道は大山炙り神社への参詣ルートだったため、溝の口は宿場町としてにぎわったそうです。こちらは大山街道から少し入った場所にある溝の口神社、かつての溝の口村の鎮守様です。安産、子育て、縁結びの神として崇められている溝の口神社には参拝者がひっきりなしにやってきていました。さらに歩いていくと二花稜用水にかかる大石橋があります。この辺りが溝の口双子宿の中心で、江戸時代にはいくつもの宿が立ち並んでいたそうです。こちらは大山詣の旅人を相手に薬の販売を行っていた灰吹屋薬局。この蔵造りの店は大正年間に建てられ、昭和35年まで使われていたそうです。大山街道沿いの各史跡には案内板も掲げられていますので、歴史散策におすすめだと思います。今回は川崎市の溝の口をご紹介しました。溝の口はきらびやかなイメージの二子玉川や武蔵小杉に比べて少し影が薄い印象ですが、実は子育て世代の転入者が川崎市内で2番目に多いそうです。その理由の一つは、単に再開発で騒々しくなった街ではなく、昔ながらの商店街や多摩丘陵の自然など都市と地方の良い点がバランスよくミックスされているからではないでしょうか。今や東京のベッドタウンになっている溝の口は、住む場所としても、そして自然散策や歴史散策にもおすすめの街だと思います。